なんでだ。だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それがなんで茜さんを捕まえようとすんだ。先々週くらいに防犯カメラで撮られたもんだ。パレカナの養護施設で。そうみたいね。ここ茜さんのいた施設だよ。見ろ春日、俺が大道寺一派に持たされていたのはその写真の一部だ。本当だ。おい、この茜さんの連れてる子は。その子こそがブライスの本当のお目当てだ。え？名前はラニー。このハワイでまさに神に等しい力を振るうブライスの地位を揺るがしうるたった一つの弱点だ。だからブライスは何としてもその子を探し出し始末する気だ。始末するだ。こんな小さい子を。ラニって言ったな。こんな小さい子をなんでブライスが狙ってんだ。まして始末するだ。待て。まずはブライスがハワイの裏社会を牛耳ってるって話からだ。説明してもらおうか。私も詳しくは知らんのだ。私がハワイで幅を利かせ始めた頃からすでにブライスはパレカナの代表でハワイ裏社会を支配していた。それっていつの話だよ。もう30年前にもなる。だからブライスの支配は少なく見積もっても30年は続いていることになる。やつは当時からあの見た目だった。30年前。でなら今あいつは何歳なんだよ。軽く90は超えてそうだな。話が本当ならとんだ怪物だ。当時の私はアメリカ本土への進出という野望があった。その手始めにここハワイで地盤作りを始めたのだ。ことは順調に進んだ。既存の中華系コミュニティを駆逐し、私はハワイにおける新たな中華系マフィアの王となった。それが頑丈の始まりか。そういうことだ。そろそろ本格的に本土進出を始めようかという頃、私のもとに一人の訪問者が現れた。オーナーの使い。そいつはそう名乗った。オーナー、ブライスのことか。ああ。だが当時の私はそのことを知らなかった。単身オーナーとやらの傘下に下るよう要請しに現れたその傲慢な男を当然突っ返したが、それが間違いだった。は？その後一週間も経たずに私のもとに小包が届いた。ごく小ぶりの段ボール箱だ。発送元は私のふるさとからだった。段ボールには人間の頭部が入っていた。ふるさとに残した私の母だ。私の出生なんてそう簡単に突き止められる情報ではない。だが奴はあっさりやってのけて私に端的に示してみせたのだ。自分に逆らうとどういうことになるかをな。
それ以降お前はブライスに屈したということか。ああだが当然報復の機会を伺っていた。当然だ。肉親を殺されて黙っているほど私は根性なしではない。だから私の側近は徹底的に厳選した。どこからブライスに情報が漏れるかわからんからな。だがさっきの黒服か、お前のあんな身近にブライスのスパイは潜り込んでいた。そういうことだ。そしてパレカナの存在がここに深く関係してくる。ブライスのスパイはパレカナで養成されているのだ。洗脳か。ああブライスはパレカナの代表であることを利用して一部の信者に教団ではなく自分自身を信奉するよう仕向けているんだ。そうして育てられた忠実な信者は奴の指令に忠実に命すら捨てて従う駒になる。それはお前たちもさっき見たはずだ。ブライスにとってパレカナの代表っていうのは単なる世を忍ぶ仮の姿ではないということだ。ブライスがただ者じゃねえってことは分かった。さっきの質問に戻るぞ。なんでブライスはこのラニって子を狙ってんだ。それも分からん。今の話で分かったろう。私もドワイトのやつもブライスの命じるままだ。だがブライスから直接命令が下ることなんて滅多にない。それが今回起こった。ラニという少女を連れて行方をくらませているアカネという女性、その二人の身柄を確保しろとな。我々に知らされたのはそれだけだ。理由もクソもない。ブライスがそう命じたのだから私たちは従わざるを得ないのだ。はあ？ドワイトのやつそんなこと一言も言ってなかったぞ。謎の依頼主から1000万ドルの仕事が来たとしか。オーナーの存在を明かすわけにはいかないからな。やつの必死の嘘にお前らはまんまと騙されたんだろう。あの野郎意外と役者じゃねえか。それでめったにねえブライスからの命令だから、やつにとってアカネさんとラニって子がやたら重要な存在だってことがわかるわけだ。だからあんたはラニがブライスの弱点だって考えたんだな。ああそれさえ確保すればブライスとの立場を逆転しうると狙っていたんだが、考えが甘かった。マフィアのボスだのカジノの支配人だろ、ご大層な肩書きの大人が訳も分からず子供一人を追いかけ回してますってか。きっとアカネさんはこのラニって子が狙われてることに気づいたんだ。だから一緒に逃げ出した。ああそう考えるのが自然だな。10歳かそこらってとこか、この子は。ああそんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時にその手を取ったのは茜さんだけだった。キリュウさん、この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねえと。ええ俺も 100% 同感ですよ、キリュウさん。私の息子もパレカナにさらわれてる。
このままにはしない。みんなちょっと静かに。誰だあいつら。私の部下ではなさそうだが。おい、ウォン父さんよ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって痛えだろう。もう出てきちゃえよ。楽になるぜ。病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもバレカーの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。オーナーにとって小物すぎるしな。相手にしてもらえない。じゃあ何しにここへ。病にしてみや頑丈のナイフだ。うちを潰す絶好のチャンス。そう考えたんだろう。お前らもいるんだろ。春日に桐生さんよ。ウォントを差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。チッ、勝って言いやがる。出てこないっすね、親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こう暗いとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ？まさか。どうだ？これで明るくなったろ。暖も取れて一石二鳥。ああ、サミー。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ。キルさん。急げ、火の手が早い。よかった、ここなら一息。ほら、いたじゃねえか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしても、ここからどうやって。心配すんな、じいちゃん。大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ、本気出さないと。いよいよ死ぬぜ、キリュウカズマ。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。殺すぞ、ほら。さあ、行きますか。任せといて。覚悟。セリアパンチ。もう終わりだ。やるぜ。受けてみな。足りねえんだ、こんなもんじゃよ。相手してやる。はぁ、
この調子で挨拶しましょう。吸収が早いのよね。悪くない。まだ強く。くそ、寒いな。大丈夫すか、桐生さん。ああ、だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。なら本当はここに置いてかない？私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む、助けてくれ。そうしていのは山々なんだけどよ。頼みの綱と言ったら。避けろ、みんな。早く乗れ。よし、警戒してくれ。ほら、たぐって場合じゃねえぞ。運転はお前がやる、ちとせ。はい。島の竜がなんてざまだ。キリュウさん、キリュウさん、来るな、行け。俺らがみんなここでやられたら、茜さんたちを誰が守る。千歳、車出せ。ダメだ、待て。俺は大丈夫だ、行け。キリュウさん、キリュウさん。本当にも春日にも逃げられて、残ったのは死にかけの化石だけか。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。キリュウさんのスマホ電源を切られてるんです。 GPS で位置を突き止められないように。そういうことです。とりあえず落ち着きませんか、春日さん。ああ悪い。状況から察するに、キリュウさんは捕らえられたと見るべきでしょう。もし殺されたのなら、わざわざ GPS の対策はしない。いや、キリュウさんを殺して死体ごと海に捨てたってのは、その場合もスマホの電源は切れるぜ。的確な指摘ですね。空気を読んでいないことを除けばですが。だってよ、決めつけは良くねえと思ってたな。トミーはちょっと静かにしてて。キリュウさんがやられるわけがねえぜ。けど今はあの人にも助けがいる。大至急だな。ええ、今は茜さんとラニさんの捜索よりも緊急性が高いと言わざるを得ません。意外、てっきり逆のことを言うかと思った。キリュウなんて駒に過ぎないのだから、放っておいて任務遂行を急げと。彼が大道寺一派の駒であることは事実です。ですが彼は替えの利かない駒です。任務遂行のためにこそ桐生さんの救出を優先すべきです。病の縄張りに乗り込むってことなら一応場所はわかる。俺もそこに出入りしてた。なら話は早いな。桐生さんを返してもらいに行く。お前はそう言うだろうけどよ、俺らは命からがら逃げてきたとこなんだぜ。しかも桐生さんが抜けた穴は埋まってねえ。俺らだけじゃ。花尾さん、あんたの腕っぷしを当てにしていいのか。階段を上るだけで息が切れますが、お役に立てそうですか。他を当たるよ。
よくそれで桐生さんに命令できてたね。